皆さんは今の暮らしに満足していますか？千葉県には都心から移住してきた方たちが数多く暮らしています。移住の理由は様々ですが、自身の生活や家族との時間をより豊かなものにするためなど、より良いライフスタイルを追い求めてきています。初めは旭市っていう市のことは全然知らなかったんですけども、すごく素敵なお家があったので、購入して、それがたまたま旭市だったっていう感じですね。まず家のが広かったりとか、保育園にすごく入りやすかったりとか、近所の方がすごい温かかったりとか、そういう人柄が良かったりとか、そういうところですね。また都心ではできない仕事ができるということも田舎暮らしの魅力の一つです。まあ、あの一通り何でも揃ってるんで、まあ、すごい住みやすいなというふうには思ってますし、まあ、あの農業、まあ、畜産に限らず漁業とか、まあ、あの講師も非常に盛んな地域なんで、まあ、食べ物は美味しいなとは思ってますし、もちろん子育て環境も変わります。広い公園で走り回ったり、木の実を拾ったりと、自然の中で思いっきり遊ぶことができます。自分たちが育った環境に近いねってことで、すごいのどかで、ここだったら子供も育てやすいし、なんか住みやすそうだねっていうので、そこにもう直感的に、決めたっていうのが流れですね。田舎暮らしは地域との交流が増え、困った時は助け合う人とのつながりが生まれてきます。自分ができることもやりやすい、応援してくれる人もすごく周りにいて、受け入れてもらえる環境がすごくあったなと思いますね。ちっちゃいコミュニティが結構あったりするので、東京にいた時よりもずっと友達ができますね。今回は移住定住をテーマに、旭市、山武市、和泉市にスポットを当て、3市の魅力や自治体の取り組みなどをご紹介します。移住定住のお話に入る前に、今回お邪魔しました3市について各市の市長からそれぞれ市のいいところをお聞きしていますので、ご紹介しましょう。まずは我が町自慢からです。最初は旭市です。旭市の魅力を5つに絞ってお話しします。旭市は自然豊かな太平洋に面した程よい田舎です。都心からでも特急電車で約90分、高速バスで約100分、遠からず近からず、ほどほどの距離にあります。2つ目は、農業をはじめ漁業、商工業がバランスよく成長していることです。旭市は美味しい食べ物の全国的な産地で、農業産出額は県内1位、全国でも6位、中でもヘルシーな豚肉の産出額は全国2位を誇ります。飯岡漁港の水揚げ量は県内2位です。3つ目は、平成27年にオープンした道の駅きらり旭です。地元で採れる野菜、果物、卵、お肉、お魚や貝類が新鮮で安く手に入るため、毎年100万人の方が訪れる人気のスポットとなっています。4つ目は、子育て支援が充実していることです。市内には保育所が18箇所、幼稚園、認定こども園が4箇所あり、待機児童はいません。2歳になるまで月3000円分の紙おむつ購入券の支給や、高校生までの医療費がほぼ無料となる子ども医療費助成制度を実施しています。そして、何といっても旭市には全国トップクラスの旭中央病院があります。24時間365日、すべての患者を受け入れる救命救急センターがあり、
夜間や休日に体調が悪くなった場合でも最高水準の医療を受けることができます。現在、朝日中央病院から道の駅きらり朝日を一体的に捉えて、元気な高齢者を中心とする都市住民の移住と若者世代の移住・定住施策や仕事づくりに取り組み、朝日市の活性化につなげるため、生涯活躍のまちづくりを進めています。朝日市に続いては、山武市のわが町自慢です。山武市はですね、九十九里海岸の真ん中に位置する市でございます。東京までも電車で約1時間、また成田空港までもですね、車で30分というところにあります。九十九里浜のですね、海岸、また田園風景、そして山武杉が生い茂るですね、素晴らしい環境だというふうに思っております。千葉県で初めて九十九里海岸本須賀海水浴場をですね、使ったブルーフラッグというものを取得をしております。これは日本で今5箇所になったかと思いますが、3番目に取得をしております。そしてまた山武市は台風15号の影響によりまして大変大きな被害を受けたところでございます。そういった大きな台風が来るには温暖化の影響もあろうと思いますので、それに対して私どもはゼロカーボンという宣言をさせていただきました。これも千葉県で初めて宣言させていただきました。そしてまた今山武市に一売りがあります。それはネギでございます。で、昨年ですね、お豆飯プロジェクトということで、これからが旬山武ネギ丼ということで、これは私が考案したレシピでございます。もう地元のものを売ろうという宣言です。はい、あとお肉、牛肉なんですが、山武であるですね、山武牛、これマデイの牛っていうんですかね、これは震災の時に福島飯舘村から、こっちの方避難してくれた方が牛を連れてきて避難されたので、それを今山武で育てております。ただ、生産がですね、一軒の農家が来ていただいたんで、希少ですね、幻のって言っていいか、非常に美味しい牛でございますね。企業誘致、これはやっております。で、特にですね、インターが2つございますし、JR もあるし、都心からも遠くない、空港にも行ける、こういった立地ってなかなかないと思います。特に東京から遠くないし、また世界にも行ける成田空港があって、そしてこの田舎があるっていうのは素晴らしいなっていうのを思ってくれる人が多くてですね、改めて自分もそのようにこの地を見るようにしております。続いてはいすみ市のわが町自慢です。いすみは、旧大原町、いすみ町、三崎町が合併しました。で、自然的には海があり、里山があり、そしてまたいすみの中心をいすみ鉄道が走っております。非常に、農産物、水産物の豊かないすみ市です。市民の皆さんが非常に親切で優しい心を持っています。そういうのが一番、ね、だと思います。と同時に、豊かな産物、農水産物があることが非常に自慢です。東京駅から特急で70分という距離ですので、非常に電車に乗れば快適に、ちょっとした旅行気分で東京方面に行けるのかなと思います。またこちらにも来れますの で東京にはない、そして首都圏近郊にはない非常に残された自然のいすみ市があります。千葉県でタコ漁の許可を持っているのはいすみ東部漁協だけなんですけども、タコ漁が始まり、これから、タイとかヒラメとか、そういう、魚も取れます。江戸時代から続く祭りでありまして、旧大原町中心に18基の三越が一堂に会しまして、一斉に潮風見しながら、商店街を投票するという非常に勇壮なお祭りであります。特に最大のセレモニーは夜の大別れ式、これはもう本当に感動と涙と、そしてまた若い衆の熱気で溢れた
素晴らしいお祭りだと思います。ぜひ来てください。あとは、これからやっぱり住んでる、市民の方が幸せを感じなくちゃいけないと思いますので、市民の幸せづくりをしっかりやりながら、その上に移住定住をですねしっかりやって、まあ、非常に人口減少とか少子化が進んでますので、しっかりと支えていきたいと思います。働き盛りの世代、子育ての世代がこのいすみ市で安心して長く生活が続けられるような、そういう負担の軽減策、これもしっかりやると思ってます。いすみちゃんいらっしゃい。どうもありがとう。今回ご紹介する3市、旭市、山武市、いすみ市のわが町自慢をそれぞれの市長からいただきました。ここでスタジオのコメンテーターご紹介します。千葉県内の金融経済調査やコンサルティングなどを広く手掛けていらっしゃる千葉銀総合研究所の前田社長にお越しいただきました。前田社長よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。3市それぞれに特徴があって興味深いと感じました。前田社長どのようにお聞きになりましたか？そうですね、それぞれ自然と食などに恵まれ、魅力あるエリアですね。私も住んでみたくなりました。そうですね、本当に魅力的なエリアですよね。で、今回の番組のメインテーマが移住定住ということですが、現在の千葉県内の現状、前田社長はどのようにご覧になっていますか？はい、その千葉県の人口の動きと他県からの流入あるいは流出と、こういうことについて2020年度について見ますとですね、はい、約1万3000人の転入超過となりまして、前年度に比べ約4000人の増加となっています。この転入超過の人数が19年度を上回ったのは東京圏の中では千葉県だけでありました。今年度21年度上期もですね、この傾向が続いているということであります。で、その20年度の千葉県への転入者を年齢層別に見ますと、30歳代以下が約9000人と3分の2を占め、この世代の増加がですね、全体の増加に貢献しているということでございます。コロナ禍で若いファミリーをはじめ、時代を担う世代の流入が進んでいると言えるかと思います。一方でその東京都のですね、転入超過数はですね、前年度と比べて8万人近くも減少しました。このことは東京都から隣接県への人口流出の動きがですね、出始めたことを示唆していると、このように思っておりまして、その背景でありますけれども、東京での新型コロナの爆発的な感染拡大に加えまして、勤務環境の劇的な変化があると見ています。千葉県総研がですね、東京都内に立地する企業を対象に昨年6月に実施したアンケート調査によりますと、コロナ禍が経営業務に与えたプラスの影響として半数以上の経営者がテレワークの推進、約3割が営業活動等のオンライン化と回答しました。テレワークの普及は当初は3密の回避など感染抑制が目的でしたが、このような経営者の意識の変化が普及を強く後押ししたと思っています。それに伴って勤務地と居住地の物理的な距離をしない気にしないオフィスワーカーが増えていると、自然に恵まれ、住宅地価が東京都の5分の1程度と割安な千葉県が、都民の新たな居住地として選ばれる動きが強まっていると考えています。なるほど。移住定住は希望者はもちろんですけれども、受け入れる自治体にとってもメリットがあると考えられるのではないでしょうか？はい、そうですね、人口は地域経済の持続的な発展に欠かせない要素の一つなので、移住定住は地域社会に大きな経済的メリットをもたらします。県内でも地方圏ではですね、すでに人口が減少に転じているところも少なくないだけに、コロナ禍における人々の働き方、ライフスタイルに対する価値観の変化は人口減少をこう抑制する方向に働くということが期待できます。当社が東京都民を対象に昨年の6月に実施したアンケート調査によりますと、アフターコロナにおいてテレワークを前提とする働き方を望む人が約7割に上っておりまして、
うち約2割は東京都以外に移住してテレワークを併用したいと答えています。同アンケート調査ではですね、都民の移住の予定検討についても尋ねていますけれども、その結果をベースに都民のうち千葉県への移住を意識している潜在的な規模、これを試算したところですね、具体的に予定している都民が11万人、この11万人というと今回ご出演された旭市と山武市の合計が約11万人なので、そのニーズの大きさが実感できますし、また将来検討の可能性があるとする都民まで含めると約50万人、県全体の人口の 8% にまで計算上膨らむということになります。そのじゃあどこに県内で移住をどこに希望するのかと聞いたところですね、南房総地域をはじめとした自然が豊かで居住環境が良いエリアに住みたいというニーズも少なからず見られておりまして、県内全域が受け皿となるポテンシャルを有しているということが分かります。千葉県の居住環境がコロナ禍において見直されていますので、県内の各自治体にとっては都市住民の移住定住ニーズを取り込むことによって地域発展の持続可能性を高められる、最大のチャンスと言えるのかもしれません。自治体としてもメリットがあるということですよね。で、移住者を受け入れる千葉県全体の経済状況についてですが、ここ2年ほどの新型コロナウイルスの感染の影響も踏まえてどのようにご覧になっていますか？はい、そうですね、千葉県経済、2020年の春にコロナショックで一旦大きく落ち込んだわけでありますけれども、その後世界貿易の回復に支えられた製造業、そして堅調な動きを続ける建設不動産業界、これが牽引役となって、全体としてはコロナ禍による落ち込みから持ち直す方向にございます。また飲食や宿泊など、対面型のサービス部門ですが、コロナ禍によって大きなダメージを受けましたけれども、昨年秋口以降の感染減少に伴い、持ち直しつつあります。もちろん新たな変異株の出現などコロナの感染状況に関する不透明感は拭えませんが、ワクチン接種や経口薬の普及に伴って、本年の千葉県経済の見通しは明るさを取り戻していくと、このように期待しております。で、千葉県全体で見てみますと、自然豊かなエリアがあったりですとか、都市型のエリアがあったりと、それぞれ地域の特性はありますけれども、地域別の経済状況についてはいかがでしょうか？そうですね、この千葉県の経済状況、これをその長い目で見て長期的な観点からエリア別に見ますと、おおむね圏央道の内側と外側で格差が見られましてですね、圏央道の内側エリアでは東京都心に近接している地域を中心に、人口の増加基調が維持されており、大型の物流施設など新たな企業立地も見られます。一方で圏央道の外側のエリアでは東京都心から距離が離れれば離れるほど過疎化が進んで、産業の停滞が強まっている状況です。こうした千葉県の地域性を踏まえつつですね、県どの均衡ある発展を目指すためには、県央道のその外側のエリアの活性化が喫緊の課題と言えます。で、じゃあどうするんだということでありますけれども、その県全体の産業発展のために、一つの方策でありますけれども、現在、千葉県経済同友会が提唱している、成田、上総、湾岸、統括、という4つのエリアを中心にですね、経済の牽引役に位置づける成長戦略、千葉イノベーションスクエア構想と呼んでおりますけれども、これが一例でありますけれども、千葉県全体を俯瞰した取り組みをオール千葉で推進することが不可欠だと考えております。移住定住に関しての受け入れについてもう少し具体的に話を聞いていきましょう。今回取り上げさせていただきました旭市、山武市、いすみ市ではどのような方針でどういった対策をされているのか、担当者の方に具体的な内容について伺いました。
取り組みが始まったのは、今から大体15年前で、ちょうどですね、3つの町が合併して、いすみ市が誕生した年の、翌年の2006年から始まりまして、で、まあ、比較的早い段階から、まあ、取り組みは始まったと思います。で、まあ、ただやっぱり移住定住の取り組みっていうのはまあ、これといったものというか、これをやっとけば大丈夫みたいな、そういうマニュアルっていうのはなくて、またすぐに成果が結びつくようなものでもなかったので、やっぱり何をやるにも、まあ、手探りの状態、移住者の方が移住を決断するにあたって、まあ、最も大切にすることっていうのが人とか地域とのつながりだっていうことに気がついて、でそれからですね、そのつながりというものを軸にというか大切にして、だから移住者の方が移住者の方を呼んでくださるっていうか、だからそういう、まあ、我々の PR じゃなくて移住者の方の力、まあ、地元の方もそうですけど、そういったところが大きいかなと思います。空き家バンクはですね、やっぱりスタートとしてはまあ、空き家の問題っていうのをどういうふうに解消していくかっていうところから始まって、じゃあそれを、空き家のままにしておくんじゃなくて、まあ、活用してもらおうと、市内の空き家の所有者の方からちょっと家が空いてしまって困ってるという問い合わせをいただいて、貸し出しできるような状況であれば賃貸物件として、で市のホームページに情報を掲載して、まあ、広く募集をするんですね。ちょうど市でガイドブック、移住のガイドブックを作ってるんですけれども、ここに凝縮をしていて、この中に出てくるいすみで暮らしている方々ですね、まあ、それぞれこの中でいろんな方と、まあ、いろんな形でいろんなところでつながっていて、まあ、当然ご自身が移住される、まあ、移住を決断するときに他の方から、まあ、つながりを通じてさまざまな方から応援を受けて移住を決めたと。で今度はそういう方々がご自身が応援する側に回ってくださっている、まあ、応援の連鎖というか、そういうのが生まれているっていうのがいすみのやっぱり魅力かなとも思います。空き家バンクであなたらしいライフスタイルを実現など、ホームページを拝見していても幅広い対応をされているなと感じました。社長はいかがですか。先ほどお話ありましたように、はい、いすみ市、まあ、長年にわたり移住促進に熱心であり、実は首都圏のですね、住みたい田舎ランキング1位とにランキングされているという、このことは認識していたんですけれども、はい、まあ、人のつながりを大事にする移住者、もともと住まれている方、まあ、そういうの話し合って、まあ、いわばその移住者 そのコミュニティが充実しているということかと思いますけれども、これは移住者、これから移住しようとされる方にとって安心感を与えると、このように思いました。そうですね、移住者が移住者を呼ぶということもお話でありましたね。さあ続いては山武市です。山武市では移住定住についてどのような受け入れ対策を講じているんでしょうか。ご覧ください。山武市では若い世代の移住定住を促進するために山武市3世代同居支援補助金というのを実施しております。同じ市内に住むことで日頃からご家族の皆様で協力して子育てができる環境づくりを支援しております。こちらの補助金は、対象となるのが子育て世帯なんですけども、子育て世帯が市外から転入して市内で3世代同居または近居するために住宅を購入ですとか新築建てられたり、あとはリフォームなどをした場合にかかる住宅の費用を補助しております。山武市には市内に5つ園の子ども園などがありまして、とても子育て環境が充実しております。また教育の面では、幼児の頃から継続して英語に触れる機会を設けたりですとか、市内の中学校1年生から3年生までは各中学校で行われるその年度の1回分の英語検定料を全額補助するなど英語教育の推進に取り組んでおります。また情報教育の推進として ICT 環境の整備も行っておりまして、とても教育に力を入れております。
佐野市はちょっとなかなか認知度が今低いという状況でして、ちょっと魅力はたくさんあるんですけど、なかなか認知されてないという中で、やはり情報発信に今強化、情報発信に取り組んでいきたいと考えております。その中でも移住定住の専用ポータルサイトを運営しておりまして、佐野市移住定住ポータルサイトというんですけども、こちらで子育て支援の情報ですとか住宅に関する情報、あとは各種補助制度などの情報を一つのサイトでまとめて発信しております。今年度は JAL の JAL ふるさと応援隊の皆様と協力しまして、市内事業者の顧客増加と活性化を目的として、市内商店の魅力を伝える動画を制作し、市の公式 YouTube で掲載しております。その他にも商店などの魅力をまとめましたガイドブックの制作ですとか、市のプロモーション動画を制作するなど、佐野市ではそういった方法で情報発信をしております。佐野市で今まで移住者の方の情報をなかなか市の方で把握することが難しかったので、実際ちょっと移住検討者の方から先輩移住者を紹介してほしいというご相談を受けることもあったんですけども、スムーズにご紹介することが難しい正直状況でした。しかし令和2年度から3世代同居補助金を始めたことで、移住者の方の情報をこちらの方で把握することができるようになりましたので、そういった先輩移住者の方とのつながりができたということで、今後はそういった先輩移住者の方と移住検討者の方をスムーズにつなげられるような取り組みをしていきたいと考えております。山武市も幅広い情報提供を行っていて、かつその情報の発信力がすごいなと感じました。こちらも移住定住の促進を進めているようですね。前田社長はどのような感想をお持ちですか？はい、その英語や ICT 教育、これを推進しているというのは、とてもユニークな取り組みだと思いました。はい、また先ほど市長、松下市長からお話がありましたように、山武市は、美しいビーチを実現するためのブルーフラッグを取得されたほかですね、県で最初にゼロカーボンシティ宣言を出されると、環境に優しい町という印象があります。そうした点はですね、移住者にとっても魅力的に映るのではないかと、このように思います。はい、続いては朝日市の取り組みについてです。こんにちは、今年度市役所に入所した斉藤悟と言います。同じく今年度入所の片山穂奈美です。実は私たち旭市出身ではないんです。だけど旭市に魅力をとても感じてこの仕事に就いたんですよ。旭市に住んでみて感じたこと、やっぱり何といっても食べ物かな。それに子育て支援策も何気に他の自治体に負けないくらい充実していて、子育て世代にはすごくありがたい事業をしているよね。うん、それに旭中央病院の存在だね。今人口減少、少子高齢化に対応するためにこの病院を核としたまちづくりを官民連携で行っているんだよね。イオンタウンを代表事業者として市と事業者が連携したさまざまな機能をごちゃ混ぜに取り入れたまちづくりなのよね。国の地方創生の目玉事業の一つを旭市版にアレンジして、安心、交流、住まいを3つの柱として掲げたまちづくりで、先ほど話した旭中央病院と連携させ、ウェルネス、生涯活躍、世代交流、にぎわい、雇用の創出、コミュニティづくり、子育て支援、人材育成など、挙げたらキリがないくらいさまざまな機能を併せ持ったまちづくりなんだよね。そうそう、町の名前は未来旭だよね。商業施設、移住者向け住宅、介護施設や高齢者向け住宅の大きく3つのエリアに分かれていて、商業施設の2階には全世代をターゲットにした多世代交流ラウンジ、お日様テラスを市が整備している最中で、今年の春にオープン予定だって。今からとっても楽しみよね。ぜひ皆さんにこの施設を使い倒していただいて、新たな楽しみやビジネス、自己実現や活躍の機会を作り出していただきたいと思っています。まだまだ旭市の魅力を伝えるには時間が足りませんが、まずは旭市を知っていただいて、そして何よりも私たちが市外から来て
まずびっくりした。日常的に食べられる美味しい食材の数々を味わいに来ていただけると幸いです。これから始まる新しい朝日市にぜひぜひ期待してください。移住して朝日市に定住を決めたお二人が今度は朝日市のために活躍する、これからが楽しみですね。そうですね、この朝日市ですけれどもヘルスケアに力を入れられているようでありまして、それが人を呼び込むことにもつながっているのではないかと思います。今春ですね、オープンを予定されている障害活躍の街、未来朝日、そういうお言葉ありましたけれども、これに対しましてはですね、実は千葉銀行グループ、私ども総研も含めてでありますけれども、2015年から継続的に支援をさせていただいており、今後のさらなる地域活性化に期待しております。続いてはこの番組の主人公とも言うべき、今回ご紹介しました3市に移住定住してこられた皆さんをご紹介します。皆さんはどこから来られたのか、そして何がきっかけでこの3市に決めたのか、実際に生活しての感想を伺いましたのでご覧ください。7年前に子供が生まれたのをきっかけに引っ越してきました。すごくいいところで、田舎の良さっていうところもありますし、そんなに何ですかね、何もないわけでもないので、僕も平日もスポーツジム行ったりとか、買い物にも困ることないですし、バランスがちょうどいいなと思ってます。いや、私よくある奥様反対派じゃなくて、率先して私がどうかなっていう感じだったので。都内から朝日市に移住してきた有馬さんは子育て世代の4人家族、普段はテレワークで仕事をしています。奥様は資格を取得し、ご自宅で料理教室を開いているそうです。朝日市に限っては都会中ぐらいで結構車が運転できれば、そんなに町みたいな生活してる人もいますし、僕らみたいなこう人は戯れたい人もいるし、両方できるかなと思います。朝日市に昨年4月に移住してこられた村田さんです。村田さんは現在畜産業を営んでいます。なぜ朝日市だったのでしょうか。もともと新規就農というか自分で始めたくて、それまでは企業 の、 畜産農家で働きながら、新しい自分で始めれる場所を見つけてた。知り合いの方に探していただいて、この空き住居者だったお持ち主の方に、相談していただいて、譲っていただいたという感じです。一通り何でも揃ってるんで、すごい住みやすいなというふうには思ってますし、農業、畜産に限らず漁業とか、講師も非常に盛んな地域なんで、食べ物は美味しいなとは思ってますし、奥さんが東京出身なんで実家があるので、東京も比較的近いんでですね、非常にいいとこだなというふうに思ってます。続いては山武市の増田さんをご紹介します。増田さんは以前習志野市にお住まいでしたが、山武市に移住定住してこられました。山武市の住み心地はいかがなんでしょうか。住んでみて、そうですね、なんか田舎って不便だとか買い物ないやとか、あと病院もあんまりないよねとか、なんかいろいろと遊ぶスポットもないよねとか、なんかそういうイメージがあると思うんですけど、住んでみると意外とコンビニは近くにあるし、買い物だって3個4個こう選びながらスーパー行けるし、すごい満足してるっていうか、日々休みの日とかの過ごし方についてはすごい満足して家族で過ごしている。山武市に移住して子育て環境の良さを改めて感じたという増田さん。自然に触れ遊び、その良さを実感する、休日は都会では感じることができない楽しい時間をご家族で過ごしています。あとはコミュニティが広がれば、知り合いの畑にちょっとお手伝いとか、
っていうので、畑体験じゃないですけど、そういうのもできるんで、自然に接するのにお金があんまりかからないので、すごいなんか日々の生活がすごい満足ですね、はい。やっぱりそのすごい自由に生活してますね。なんか自然と触れ合う楽しさだったりとか、あとは虫捕りだったりとか、川に入ってなんか水遊びする、海に行って貝殻拾うとか、そのなんか昔自分たちが子供の頃にやってた遊び、昔から言う虫捕り、子供の遊びっていうものはすごい、こっちに来てからすごい体験してます。続いてはいすみ市から。ご紹介するのは小谷さんです。このお隣のところで、ちょっとお試し移住みたいな形でしばらく滞在していたんですね。で、ここの地域いいから住みたいねっていう話になって、本格的に物件を探す運びになりました。で、その中で選択肢っていろいろあると思うんですけど、空き家バンク詐欺相談に行ったりとか、あとはここに来て、しばらく経つうちに何か知り合い、お友達もできたので、そういう人たちに相談したりしながら、いいないですかねって探して、選択肢をいろいろ広げていくうちに、ここが見つかって、これぐらい田舎を住んだことない大丈夫かなっていう気持ちもちょっとはありましたし、でも実際に住んでみたら、あ、いいじゃんって思って、でも東京の方には戻りたくないですからね。やっぱりこの開放的な感じとか、うちに住んで、価値観が変わったか分かんないですけど、この良さに気づいたっていう感じなので、だからここを求めてきたっていうよりは、ここにちょっと試してみたら良かったから住むことに決意したっていう感じですね。四季の移ろいを感じることができ、ぬくもりのある家に住むことができたという小谷さん。さらにいすみ市に住む決め手があったそうです。周りの近隣の方含め、あと大家さんとかとのつながりがすごく助けていただいている部分が多くて、やってみたいと思うことを応援してくださる方がすごいたくさんいらっしゃって、本当に来てまだ1年半とか、2年とか、ぐらいなんですけど、その中でもお店貸していただいたりとかもそうですし、お客さん紹介していただいたりとかっていうのがどんどん広がっていきやすい地域だなと思いますね。移住定住されました4組の皆さん、ご覧いただきました。社長、それぞれの土地で、皆さん楽しく生き生きと過ごされているなと感じました。いかがですか。自然、それから便利な生活、この双方を楽しまれているような感じがしまして、私を聞いてて、やっぱり首都圏にあるけれども、地方であるといいますか、千葉でないとですね、千葉であるからこそできる生活じゃないかなと、こういうふうに感じました。なるほど。皆さん、その生活環境のバランスが整っているようにも思われましたね。そうですね、はい。さて、移住定住を考える上で、受け入れる自治体が最も重要であることはもちろんですが、付随していくつかの条件があるのではないでしょうか。ここでは地元企業からのアドバイスを一つご覧いただきます。こちらは旭市にある寝具を取り扱うお店。人生のおよそ3分の1は睡眠です。快適な眠りを提供するためのアドバイザーが揃う眠りの専門店です。創業155年を迎えた私旭店は、眠りから旭を元気にのスローガンのもと、寝具を通じて旭市民の健康・快眠をサポートしています。また寝具専門の売り場は関東最大級ですので、さまざまな商品が体験できます。さらに眠りや寝具の専門的な資格を持ったスリープマスターが常駐し、きめ細かいサポート力で地域の皆さんの健康快眠を支えています。昨年から非接触で一人一人に合ったマットレスとオーダー枕の判定ができるようになりました。このタブレットで2枚写真を撮っていただいて、奥様にぴったりな寝具を測定することができます。まず身長体重を入力し、お客様の正面横向きの全身画像を撮影します。
い、じゃあ正面撮影します。体型データを分析し、お客様に合ったマットレス、オーダー枕を測定します。パターンオーダーって言って3つの3種類のパーツを硬さがそれぞれ違うのをお客様に合った形で入れ替えることができます。そして実際の寝姿勢を写真に撮ることによって寝具のフィット感を画像で確認することができます。さっきお客さんの方で写真を撮った時に8番のところの隙間があるので、ここちょっと入れますね。体が持ち上がるの分かります。またきめ細やかなアドバイスとフィッティングで体に合った寝具をオーダーすることができるのです。他にも世界で活躍するトップアスリートが愛用するマットレスなども取り揃え、快適な睡眠を多方面からアプローチしています。こちらが電動ベッドのコーナーになります。パラマウントベッドの取り扱いに関しては県内最大級になります。日常のリラックスだけではなく介護ベッドとしても使用ができますので、幅広い世代のお客様にご提案ができます。さらに購入後のアフターメンテナンス、羽毛布団のリフォーム、除菌なども行っています。障害活躍の街朝日では、街を挙げて皆さんの元気な活躍をサポートしています。その中で私は地域での155年の信頼と関東最大級の寝具プロショップとプロスタッフで地元の皆さんの元気を眠りからサポートしていきます。ぐっすり眠って明日も元気に。さて、これから千葉県での移住定住をさらに進めるためのご提案、前田社長ありますか？はい、そうですね、先ほども申し上げたようにこの移住定住が進むとですね、まあ、その地域の活性化につながるわけですけれども、はい、その周辺地域を含めてですね、職がもっと見つけやすくなればですね、移住定住がさらに促進されるということになりますので、まあ、私自身はそのコロナ禍における社会動向の変化を踏まえつつ、産業振興と移住定住の促進を車の両輪のようにですね、一体的に進めるということが大事ではないかと思っております。その産業振興ですが、先ほどご紹介した東京都内の企業向けアンケート結果を用いて、千葉県に事業所を移転開設したい企業ニーズの規模を試算したところですね、1300社程度が潜在的なニーズを有していると、こういう結果になりました。で、千葉県がですね、こうした企業の受け皿となる際に、まあ、一つネックとなっているのが産業用地が不足しているということでありまして、高速道路のインターチェンジ周辺が産業用地として高いポテンシャルを持っていますので、その開発促進とともにですね、道路網のさらなる整備も重要かなと思っています。で、本日登場された自治体との関係で言いますと、2024年度圏央道の千葉県内の全面開通がありますけども、これが特に重要でありまして、その開通効果を県内にあまねく浸透させるためには、銚子連絡道路やですね、調整グリーンラインなどの整備の早期実現も望まれると思っております。で、また先ほど申し上げたその千葉イノベーションスクエア構想といったオール千葉で産業振興に取り組むという姿勢がですね、企業と人の双方を千葉県にこう引きつけていく上で大事なことではないかなと、こういうふうに思います。で、移住定住の促進に焦点を当てますと、千葉県全域が移住定住の受け皿となる可能性もありますので、今の追い風を受けてですね、地域が一丸となって取り組んでいきたいというところであります。本日ご紹介ありましたようにですね、コロナ禍の経験から、人々の関心が高まったヘルスケア、病院関係ですね、これを充実させることや、移住者の憧れである自然や環境を守っていくということも重要な要素となりましょうと。で、従いまして環境の観点からですね、脱炭素を含む SDGs への取り組みといったことも大事ではないかと思います。で、ライフスタイルの多様化に伴いまして、地域にとっては当たり前の日常が、先ほど
あのインタビューでもありましたけれども、もともとの都市住民にとってはまあエキサイティングな、うん、感動的な非日常となることも十分考えられますので、まずは、それぞれの地域独自の資源をフル活用するとともに、地域ならではのライフスタイルの発信など、まあ、できるところから自治体取り組んでいかれてはどうかなと思います。前田社長、最後に移住定住について全体を通してどういった感想をお持ちでしょうか。はい、今回はですね、自治体の取り組みとともに実際に移住された方々のお考え、あるいは感想をお聞きすることができまして、私自身も、はい、新たな発見がございました。多くの自治体にとってはですね、今後の取り組みのヒントが隠されていたと思いますし、移住を考えていらっしゃる方にとってもですね、参考になったのではないかなと、このように感じます。コロナ禍を経験してですね、地方創生の機運が高まっています。千葉県は、首都圏にはございますけれども、日本の縮図のような県で地方と呼べる地域も少なくありません。先日岸田総理所信表明演説でですね、新しい資本主義、その主役は地方とし、デジタル田園都市国家構想ということも掲げています。例えばリモート技術を活用した働き方、農業や観光産業を含む幅広い分野でのデジタル活用などがですね、総理も指摘しているということであります。したがいまして、移住者を引きつけるためにはですね、各地域が持つ特徴を前面に押し出すと同時にですね、住民、それから農家を含む自営業、そして企業がですね、デジタル技術をフルに活かせるような、そのような環境整備も大切ではないかなと、このように思っております。千葉県内それぞれの町にいろいろな表情があって、たくさんの魅力があります。皆さんも移住定住で素敵な町を大発見してみてはいかがでしょうか。前田社長、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。